装置が扉のロックを制御してるってことか？おい！誰か！誰かいないのか！開けてくれ！え？なんだよこれ。腕時計じゃないよな。5、同じだ。扉の数字と。な、これどうやって外すんだ？この横に出っ張ってんの、こいつを押せばいいのか？腕から無理やり引っこ抜くしかないか。あ、くそ！ダメだ！全然抜けない！ったく、何なんだよこの腕輪は！ここは一体どこなんだ！
なんで俺はこんなところにいる？なぜだ？なぜ？一体何があったって言うんだ？あっ、あっばまか。この窓。これって、まさか、暗くて何も見えねえな。せめて、外の様子がわかれば、いいんだが。え？おい、マジかよ！なんなんだよ、これは！あっ！いないのか？いたら返事をしてくれ！水が、もうこんなところにまで。まずい、まずいぞ。とにかく、どうにかしてこの部屋を出ないと。
とりあえずこの鍵は持っておくか。なんて顔だ。まるで死人じゃないか。本当に一体何があったっていうんだ。どうして俺は
なところに。確かバイト上がって部屋に帰って、それから「ただいま」って返事はなくてもつい言っちゃうんだよな。はあ、今日もよく働いたぜと。ん？風？変だな。窓なんて開けたっけ？別におかしなとこはないよな。やっぱり、ただの締め忘れか。あのガスマスクをかぶった男、あいつが俺をこんなところに閉じ込めやがったんだ、あの野郎。いや、まああれじゃ男かどうかもわからなかったけど、あいつは一体。お前は選ばれたのだとかやつは言ってたが、わけがわかんねえよ、目的も何も。これからお前にはゲームをしてもらう。ドラリーゲーム。生死をかけた運命のゲームだ。ノナリーゲーム。ノナリーゲームって何なんだよ、クソ！
Thank you.
Thank you.
馬鹿、我ら。あ、助かったのか。よかった。まあ、溺れ死ぬよりはずっとマシだが、ここは、通路か？ん？ドアだ！ドアがある！あ、くそ、水が、じゃあまた、この、開くぞ。なんだよこれ。ここは本当に船の中なのか。いや、そうだよな。やっぱりここは船の。って、ちょっと待て。巨大な水の塊が押し寄せてきている。逃げないと。シデッキ。ビデッキ。急げ急げ。次がエデッキか。え、人がこんなに。仲間が一人増えたわね。踊り子？違うわよ。それよりあなたも早く。違うとか言われても。銀髪？ああ、うん、仲間こいつらね。なんだよ。別に。上はダメだ。扉は2枚あるが、両方とも開かない。扉？開かないって。だからほら、あなたも一緒に来て、早く。これで9人か。どうやら、カードは揃ったみたいだね。え？ちょっと！しまった。なんなんだ、さっきから。ライオンみたいなじいさんに、ピンクの頭の女の子、意味のわからない言葉を残していった王子様にと。あ？え？何も言わずに行っちまった。おい！何ポケット突っ立ってんだ。さっきのおっさんの話聞いてなかったのか。上のフロア、Aデッキの扉は開かない。だからこのフロア、Bデッキの扉をこれから調べるんだ。分かったな。分かったらさっさと動け。あっ、どあぶねえな、あの岩男。お、4？ じゃあ、こっちの扉には5。同じだ。俺が閉じ込められてた部屋に同じように数字の書かれた扉があったんだ。そうか、君の部屋もか。私がいた部屋も同じだ。ドアに数字が記されていた。それを開いて通路を抜け、この大階段のある広間へとやってきたんだ。
私も。俺も同じだ。確かに数字の書かれたドアがあった。ねえ、そんなことよりも早く。わかってるよ。開けよっ。ダメだ、びくともしないぜ。邪魔だ、どけ。あの体当たりでもダメなのかよ。何か方法は。この装置、あの三段ベッドがあった部屋のものと同じだな。ってことはつまり、この扉も施錠されてるってことは。いや、それでも。くそ。他に扉はないのか。もしかして、純平くん？お前、もしかして、あかねか？なんだ？何？今の声。この声は、あのガスマスク男の。てめえ、どこにいやがる？出てこい！一体私たちをどうするつもりだ？Thank you.
何なんだそいつは。エネルギーはすでにゲノムのルールを手にしている。簡単なルールだ、読んでみてくれ。何言ってるの。おい、ポケットに何か入ってるぞ。俺もだ。どうやらゼロは全員に同じ手紙を配ったようだな。君、読んでみてくれないか。船内には数字の書かれた扉が何枚かある。これをナンバリングドアという。今諸君らの目の前にあるのがまさにそれだ。ナンバリングドアを開くには各自に割り振られたバングルナンバーが鍵となる。バングルナンバーの合計数、その数字根が扉に書かれた数と一致した場合のみそれは開く。扉を開いた者だけがその先へと進める。ただし人数制限がある。ナンバリングドアを開くことができるのは3人から5人までだ。当然その先へと進めるのも同じ人数となる。バングルってのはこの腕輪のことか。ゲームの目的はあえて言うまでもないだろう。この船から生きて脱出すること。脱出するための出口は船内のどこかに隠されている。探したまえ Q と書かれた扉がそれだ。最後に制限時間について言っておこう。諸君もすでに気づいているとは思うが、この船は沈みつつある。1902年に鬼滅剣の国家かっこ有名なタイタニック号は氷山に激突してからエスパルの鉄砲を北海戦用に落ちした。諸君にはもう少し時間を要る。クジック、爪が脱出ルールを断念。姉の音、階段の踊り場の方から聞こえてきてるみたい。時計が時を告げているんだ。鐘の音が9回、9時ってことか。それも多分午後の9時だ。あの三段ベッドの部屋、窓の向こうは真っ暗で何も見えなかった。だから今が夜であることは間違いないと思う。だとするとタイムリミットは明日の午前6時ということになるが。さて時間だ。ゲームを始めよう。勝負での検討を行っていい。やいてめえ、何様のつもりだ。出てこいこの野郎。銀髪のやつずっと怒鳴り続けてるな。他のやつらは。そんなことを。愉快犯的なものなのか、それとも何か別の目的があるのか。そもそもどうしてそんなわけのわからないゲームに俺が選ばれたんだ。他のやつらもそうだ。この8人が選ばれた理由は何だ。そして何よりも
うして茜が。茜とは小学校を卒業して以来一度も会っていない。その茜がどうしてこんなところにいる。偶然なんてことはありえない。必ず彼女がここにいる意味が。とにかくこのままじっとしていても仕方がない。動こう。動く？ナンバリングドアを開くつもりですか？ちょっと待ちなさいよ。あのゼロとかってやつの言ったことに従うつもり？違う、そうじゃない。別の道を探しに行こうと言ってるんだ。まだ調べてない場所が残ってるだろ。調べてない場所？まだ調べていない場所か。俺以外のみんなは A デッキを調べてきたんだよな。ああ、焦ってたんで隅々まで完璧にとは言えないかもしれないがな。だったら先に下のフロアから調べてみよう。どこまで行けるか、まずは降りられるところまで降りてみるのがいいと思う。異議なしだ。では行ってみるとしよう。うわ、何よこれ、完全に水没しちゃってるじゃないの。おいおい、このままどんどん水かさが上がってきて全員仲良く溺死なんてのはごめんだぞ。いや、今のところその心配はなさそうだよ。ほら、水が流れていない。ということはどこか。もしかしたらあのゼロってやつが遠隔操作か何かで水密扉を閉めたのかもしれない。タイムリミットは9時間、ゼロはそう言っていた。ならば逆に言うと9時間は持ちこたえるということに。それまでは沈まないっていうのか。あくまでも希望的観測だよ。そうであってくれたらと願ってるのさ。チッ、嫌な話だぜ。しかしここから先に進めないとなると、我々の動ける範囲は A デッキから C デッキまでということになるな。みたいだな。結論を出す前に残りの C デッキも調べてみようぜ。もしかしたら何か手がかりが見つだな。とりあえず目立つのは大階段の正面にある鉄の扉か。2枚とも数字は書かれてないのね。認証装置らしきものもついてないみたい。ダメ。こっちもだ。くそ、どこもかしこも開きやがらねえ。おい、こっちだ。階段の裏手にも1枚あったぞ。ここも開かないか。こうなりゃ、およせ、手伝え。力ずくというわけか。やってみよう。てやれや。ちょっと、いきなり暴れないでよ。びっくりするでしょ。すまん。しかし二人がかりで体当たりしてびくともしないとは、相当に頑丈な作りのようだな。バカね、考える前に筋肉代理なんて。あ、ほらよく見てみなさいよ。カニ穴？そう、他の扉と違って
ここは開く方法が分かってるんだから。鍵ね。何か文句でも？いや、ただそう簡単に鍵が見つかるのかと思っただけだ。なんだこれ、微妙なマークがついてるな。なん？ねえ、こっち後ろの方も見てよ。あ？こっちも扉か。扉っていうかエレベーターだよね、これ。横に逆三角形のボタンがついてるし。押してみるか。反応がないな。電気が来てないんですかね。もしくはこのドアの横にあるカードリーダーが関係しているとかかな。あ、ここにも妙なマークがあるな。何なんだろうなこれ。小文字の H の縦棒にマイナスを加えたみたいな記号だが。土星のマークですね。占星術なんかで使われるシンボルみたいなものです。じゃあさっきの扉にあったのは。あれは太陽のマークだと思います。星のシンボルは A デッキにもあったよね。そんなもんあったか。記憶にないわね。 A デッキか。俺はまだ行ったことがないからな。せっかくだ、もう一度しっかりと調べに行こうじゃないか。ほら、あの階段の両脇に設置された2枚の扉、左側の方にだけ鍵穴がついてるんだけど、そのすぐ上のところに印がついてるの。あ、本当だ。さっきのやつとどことなく似てる。これは地球のマークです。横の棒は赤道、縦の棒は守護線を表しています。あ、あの天井、鉄板か。まあ、おそらく元はドーム型の天窓でもあったのだろう。あそこから出られたらいいのにね。現実を見ろよ。爆薬でも仕掛けない限りぶち破ることは不可能だぜ。窓も同じか。どれも鉄板で塞がれてる。つまり八方塞がりってことか。正確には3フロアあるから24方塞がりだよ。上下を加えれば26方塞がりだな。いや、やはり24方塞がりだよ。二つの道はまだ残ってるんだからね。数字の書かれた扉。ねえ、ちょっと待ってよ。さっきも似たようなこと言ったけど、私は反対よ。あのドアを開くなんて馬鹿げてるわ。それこそ犯人のゼロの思うツボじゃない。俺は賛成だ。いつまでもここにいるわけにもいかないしな。そうだな、私も賛成だ。私は絶対に反対よ。とりあえず進んでみるべきなんじゃないの。何が起きるかわからないし、ここに留まるべきよ。そんな時間がどこにあるんだよ。8時間30分後にこの船は海の底へと沈むんだぞ。なあ、ちょっといいか。進むかとどまるかを決める前にやっておくべきことがあると思うんだ。やっておくべきこと？情報交換だよ。俺たちはまだお互いのことを何も分かってない。知りたいんだ、あんたたちが何者なのか。どこの誰で、なんでこんなところにいるのか気になるだろ、他のみんなだって。
私も賛成です。純平君の言う通りだと思います。純平？あ、ごめんなさい、この人のことです。私たち幼馴染なんです。小学校が同じで。待て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 、聞いてもいないことを勝手にベラベラと喋るんじゃねえ。ゼロはおそらくどこかで俺たちのことを監視してるはずだ。やつに聞かれたらどうする。聞かれたらまずいんですか。まずいに決まってんだろうが。ゼロが俺たちのことを知ってるとは限らない。無作為に適当にターゲットを選んで拉致ってきただけかもしれん。だとすると奴に素性がバレるのは危険だ。家族が脅迫されたり、逆に俺たちの方が脅されることにもなりかねん。家族の誰かを人質に取ったと言ってな。でもせめて名前ぐらいは教えてもらわないと。呼び方が分からないと不便じゃないですか。だったらコードネームで呼び合うことにすればいい。コードネーム？便宜的に仮の名前で呼び合うんだよ。例えば俺だったらセブンとかな。セブン？なんでセブンなんだ。俺のバングルナンバーが7番だからだよ。なるほど、確かにそいつは名案だ。だったら俺はサンタで行こう。サンタローのサンタじゃねえぞ、サンタクロースのサンタだ。ということは君のバングルナンバーは。そう、もちろん3だ。わかった。それでは私も君たちに習おう。私のバングルナンバーは1だ。1だから一宮というのはどうかね。だったら私は八代で頼むよ。バングルナンバーはご覧の通り8番だから。僕のことはニルスと呼んでもらいたい。バングルナンバーは言うまでもなく2番だよ。と言っても僕にはその数字は見えないんだけどね。見えない。やっぱりあなた目が。じゃあ次は私だね。私は四つ葉がいいな。四つ葉のクローバーの四つ葉、縁起がいいでしょ。ほら、俺の数字は5だ。コードネームは。今さら必要ないでしょ、そんなもの。みんなもう知ってるもの。あなたの名前は純平だって。あ、そっか。だったら私も本名で呼んでください。だってそうじゃないと。純平君に悪いからか。自分だけ本名を伏せるわけにはいかないと。お前のバングルナンバーは6ですけど。だったら紫っていうのはどうだろう。紫、頭に無がつく単語なら何でもいいわけだろう。だから紫で。純平くん、お前もそれでいいよな。はい。ここまでで自己紹介したメンバーは確か1番は一宮、2番はニルス、3番はサンタで、4番は四つ葉、5番は俺で、6番の茜は紫、さらに7番はセブン、8番は八代、
これで俺を含めて8人のバングルナンバーが判明したことになるのか。あとはそこの鳥の巣頭のメガネをかけた男だけだな。そういえばあんた出会った時から一言も喋ってないよな。あなたは何番なの？ねえ、聞いてるんだけど。そんなこと聞く今ここには9人の人間がいる。そして1から8までの数字が出揃った。残った数字が僕だよ。9番ってこと？そうだ。コードネームは？コードネーム？呼び方のことよ。みんな自己申告したんだから。あなたも。そんなもの僕には必要ないね。どうして？僕は君たちと一緒に行動するつもりはないからだよ。何か考えでもあるっていうの？あるさ。どんな考えが？教えてほしいかい？うん。わかった。それじゃあ教えてあげよう。こうするんだよ。てめえ何やってんだ。これ来るな。それ以上近づいてみろ。こいつの喉笛に風穴が開くことになるぞ。そうだ、それでいい。四つ葉、大丈夫かい？大丈夫。一体何の真似だ？だから言っただろう。これが僕の考えだ。そいつをどうするつもりだ？安心しろ。どうもしやしないさ。素直に言うことを聞いてくれればすぐに解放してやる。ゆっくりだ。そう、僕に合わせて動くんだ。ここだ。認証しろ。左だ。左を見ろ。壁に装置がついてるだろう。その装置のスキャナーパネル、円盤のところに手のひらを乗せるんだ。断ったら？君は全く状況が分かっていないようだね。なんなら今すぐ君の喉をかっさばいたっていいんだよ。僕は何も困りはしない。僕が必要としているのは君のバングルだけなんだからね。ほら、さっさとしろ。分かったから。そうか、そういうことか。あの装置の円盤部分、確かスキャナーパネルとか言っていたが、おそらくあれに手のひらを乗せることによってバングルナンバーが入力される仕組みになってるんだ。だとするとバングルナンバーの合計数、その数字根が
扉に書かれた数と一致した場合のみそれは開く。装置の仕組みについて知っているんだ。それをまるで熟知しているように。よし、それでいい。それじゃあ次は確かお前だったよな、バングルナンバー1番のやつは。ああそうだな。次はお前だ。このガキと同じように認証を。何をしてる！ガサガサするな！こいつらどうなってもいいのか！分かったよ。落ち着け。行くぞ。認証を。こうだな。これで装置には四つ葉の4と1にある1が入力されたことになる。4たす1イコール5。扉に書き殴られている数字と同じだが、それだけでは扉は開かないはず。ナンバリングドアを開くことができるのは3人から5人までだ。あと1人ゼロの言っていたことが本当なら、あと誰なんだその最後の1人ってのは。下がれ、もっとだ、もっと下がれ、元の場所まで戻るんだ。わかった。まさか。四つ葉の四と一に一五にと。四たす一たす九イコール14。14の数字コンマ。一たす四イコール5。つまり。酒のいい連中ばかりで助かったよ。これでどうにか命拾いすることができそうだ。よし、お前ももう用済みだ。待て、ほらこいつは返してやる。それじゃあ皆さんお達者で。僕は一足お先に失礼させてもらうことにするよ。ではヨツバ、大丈夫かい？うん、大丈夫。くそ！あんにゃろ！んた！開け！この！くそ！やっぱりダメだ。びくともしない。ねえ。何か音が聞こえない？音？断続的な電子音みたいな音が。確かに聞こえますね。何の音だろう？くそ！なんでだ！なんで止まらないんだ！話が違うじゃないか！話が違う？こ
んだはずじゃなかったのに。こんなはずじゃ、こんなはずじゃ。一体何が起こってるって言うんだ。開けてくれ、開けてくれ、頼む、助けてくれ、ここから出してくれ、出してくれ。なぜだ、なぜ反応しない。エンゲージと使用中だと。ダメだ、もうダメだ、時間がない。聞いてくれ、僕は騙されたんだ、あいつに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 。電子音、今のは認識。表示板のサインがエンゲージドからヴェイケントに、使用中から空室に変わっています。開けてみよう。ああ、これで装置には俺のバングルナンバーである5が入力されたことになる。だが一人が認証しただけでは扉は開かない。少なくともあと二人は必要だ。一宮、ヤシロ、ちょっと手を貸してくれないか。はあ、5たす1たす8イコール1414の数字根は1たす4イコール5だ。これで条件は整ったはずだ。あとは脇に取り付けられたレバーを下げればきっと。いいか、開くぞ。そんな、なんてことだ。うわ、ひどいな、こいつは。爆死か。おい、大丈夫か。おい、どうしたんだ、すごい熱じゃないか。とにかく休もう。な、
歩けるか。さあ、ここに。大丈夫か。どうして、なんでこんなことに、なんでこんなことに。なあ、何か心当たりがある奴はいないのかよ。ゼロのこと、ノナリゲームのこと、何でもいい、教えてくれ。一体どうしてこんなことになったんだ。ゼロのアナウンスがあってから1時間だな。ああ、もううんざりだ。いつまでこんな風にしてるつもりだ。ゼロが言ってたタイムリミットまであと8時間しかないんだぞ。いい加減動こうぜ。とっとと先に進もう。私は嫌よ。あの男みたいになるのはごめんだもの。あの男？あの9番の男のことか。そうよ。他に誰がいるっていうの？血と、肉の。あんなのは、あいつは、何かヘマをやらかしただけだろ。ワイヤーか何かのトラップに引っかかって自滅したのさ。俺ならそんなドジは踏まない。必ず切り抜けてみせる。何がおかしい？いや、あまりにも自信たっぷりに言うもんだから、ついね。なんだと？そういう問題じゃないんだよ。あ？9番の男が死んだ理由さ。トラップだのなんだの、そんなものは関係ないんだ。じゃあ、どうして？あの男は、ゼロの定めたルールを破った。だから死んだ。ただそれだけのことだ。あ？わからないか。もう一度、ゼロの言葉を思い出してくれ。奴は人数制限について何と言っていた？ナンバリングドアを開くことができるのは3人から5人までだろ？その後は？重要なのはその後なんだ。ゼロは続けて何と言っていたかな？ん？当然、その先へと進めるのも同じ人数となる。ゼロは確かそんなことを。つまり、中に入れるのも3人から5人までってことだ。正解だ。ところが、あの9番の男はそのルールを破った。たった一人でナンバリングドアの先へと進んだ。だから処刑されたんだ。すると、やはりゼロはどこかで
俺たちの行動を監視してるってことになるな。ルール違反を犯さないかどうか、常に目を光らせてるってわけだ。うん、それはどうだろう。なんでだ。処刑は自動的に行われるシステムになってるからだよ。常に監視してる必要はないんだ。どういうことだ。はあ、仕方がない。僕の口から言うしかなさそうだね。しばらく待っていれば、もう一度ゼロからのアナウンスがあるんじゃないかと思って黙ってたんだが、どうもそういう兆しはなさそうだしな。君は何か知ってるのか。ああ、知ってる。何を。これだよ。カード。何が書かれているのか。見てみなよ。おいおい、参ったな。こんなもの私に渡されたって。貸せ。あ、なんだこりゃ。なるほどな。展示じゃないかこれ。悪いがお手上げだ。返すよ。で、それは一体何なのよ。気がついたらポケットの中に入ってたんだ。おそらくゼロからのメッセージだと思う。ゼロからのメッセージだと？なんて書いてあるんですか。まあ待てよ、そう慌てるな。急かさなくても、これから読み上げてやる。バングルナンバー2番のもの。君は目が見えないというハンデを負っている。そこで君だけに特別にこの情報を伝えよう。レッド、デッド、およびバングルの仕組みについてだ。レッドとはレコグニションデバイス、認証装置のことを言う。ダンベリングバーのそばには必ずこの装置が取り付けられている。一方、デッドとはリアクティベーションデバイス、解除装置のことだ。これはナンバリングドアの向こう側に設置されていて、バングルに仕込まれた自然起爆送信機を停止させるときに使う。ああ、すまない。突然こんなとこを行ってお手っこしてしまったかもしれない。実は今、君、および君がこれから出会うであろう者たちの体内には、カプセル型の小型爆弾が存在している。意識を失っている間に私が飲ませたのだ。メラメラ頃には胃袋を通過し、氷牛の辺りへと達していることだろう。したがって吐き出そうと思っても無駄だ。諦めたまえ。一方、左手のバングルにはさっきも言った通り次元起爆装置機が仕込まれている。これは体内の小型爆弾を射程させるためのタイマーのようなものだ。それが作動する要件はたった一つ、ナンバリングドアを通過すること。誰であれこの程度をくぐれば無条件にタイマーが作動を始める。タイムリミットは81秒。何もしなければそれは81秒後に体内を小型爆弾に向かって疑惑レーデンを発信する。停止させるにはレッドで認証を受けた者全員がレッドでも同じように認証を行わなければならない。レッドでの認証も装置の脇に取り付けられたレバーを避ければ、タイマーは直ちに停止し、カウントも初期状態へとリセットされる。無論、レッドで認証を受けていない者が
ゲートで認証を行うことができる。したがってその人物がゲートを拒めれば、それから81秒後には確実に爆死することになる。ここまでナンバリングドアが、それが開かれたら9秒経過すると自動的に閉まる仕組みになっている。この扉が閉まらない限りゲートは機能しないので注意するよ。最後にバンドを外す方法について教える。それは2つしかない。1つはこの船から脱出すること。もう一つは心拍数が0になること。外に出るか、はめている人間の心臓が停止すればバンドは自動的に外れるようになっている。これ以外のいかなる方法によってもバンドを外すことができない。無理やり外したり送信機を破壊したりした場合には、体内に小型爆弾は済み。さて、君に教えられる情報は以上となる。この情報を生かすも殺すも君次第だ。うまく活用すれば序盤の段階で邪魔者を排除することも可能だろう。健闘を祈る。要約すると、つまりレッドで認証を受けたチームだけがナンバリングドアの先へと進めるという。チームメンバーは一人欠けてもいけないし、もちろん増えてもいけない。レッド、デッド、バングルはそのルールを守らせるための装置、いわばジャッジのような存在なんだろうな。くそ、爆弾だなんて冗談じゃねえ。出ろ、出てこいよクソが。この腹の中に爆弾が。それにしてもゼロはどうしてこんな馬鹿げたゲームを。なあ、もう一度だけ聞かせてくれ。本当にゼロについて心当たりがある奴はいないのか？実は俺、ゼロの姿を見たんだよな。拉致られた時に。だが顔はわからなかった。あの野郎、ガスマスクをかぶってやがって。って、あれ？なん？もっとこう、なんかないのか？驚いたりとかそういうの。それなら私だって見たわよ。ああ、私もだ。私も見たよ。マスクの中は分かんなかったけど。あのガスマスク、心臓に悪いですよね。え、え？つまりは、全員拉致された時の状況はほぼ同じだったってことだな。場所は自室、時刻は深夜。ゼロとおぼしき犯人はガスマスクをかぶっていた。白い煙を吸い込んで意識を失った。そして気がつくと D デッキの船室、三段ベッドのある部屋に横たわっていた、と。セブンは？そういえばセブンはどうだったんだよ。なん？俺か？俺もまあ、お前らと同じようなもんだよ。
それはまあ、ひとまずいいとしよう。それよりも、ニルス、四つ葉、二人同じ部屋で拉致されて、同じ、お前ら一体、どういう関係なんだよ。私たち、兄弟なの。兄弟？そう、兄弟。ニルスがお兄ちゃんで、私が妹。って、言わなくてもわかるよね。ま、そういうことだ。そんなに驚くことかな。そりゃ驚くだろうが。どうして？顔見知りだったら、他にもいるじゃないか。ほら、そこに。私と純平くんのことですか？ああ、そういえば言ってたな。二人は幼馴染だとか、なんだとか。確か、小学校が同じなのよね。まあ。それは、そうだが。なあ、それって、ゼロの正体を突き止めるための手がかりになるんじゃないのか？ああ、そうだな。被害者の接点をたどれば容疑者につながる。犯罪捜査の常識だ。純平くん、紫さん、何か思い当たることはないの？思い当たること？思い当たることですか？例えば、大富豪の御曹司が生徒の中にいたとか。大富豪の御曹司？船を丸ごと一隻使ってこんなゲームを仕掛けてきたんだもの。ゼロにはよほど財力があるとしか思えないわ。ああ、それはどうだろう。私は何らかの組織による犯行だと思うがね。ゼロというのはその代表者か象徴みたいなもので。組織っていうのは軍だとか研究機関だとかいろいろあるだろう。これはもしかしたら何か心理学的な実験なのかもしれない。だとしたらよっぽど狂った実験だな。人が一人死んでるんだぜ。ゼロが何者なのかはわからねえが、頭のイカれた野郎だってことは間違いない。仮に複数なら、もちろんそいつら全員がだ。だから、それはもう終わった話だろう。だが、それなら一体どうすれば？それは、ちゃんと話し合ってから。これ以上何を話し合ってんだよ。ここでああだこうだ言い合っても、結局何一つ脱出への手がかりなんざ見つかってねえじゃねえか。なあ、本当にいいのかよ、このままで。俺たちに残されたのは、あと7時間半。与えられた9時間のうち、すでに1時間。そう、ね。やむを得んな。先に進むしかあるまい。ゼロの言いなりになるなんて、腹綿が煮えくり返るほどムカつくが。まあ、このままじっとしててもしょうがないしね。ニルスのカードのおかげでどうすればいいかも分かったし。まあ、ルールさえ守っていればきっと大丈夫。何も起こらないだろう。でも、なんだ？誰がどっちの扉に入るんですか？ああ、そうか。一箇所に入れるのは最大でも5人まで。8人全員で入ることはできないから。二手に分かれるしかなさそうだ。ちょっと待って。先に言っとくけど、私は5の扉には入らないからね。おいおい、わがまま言うなよ。
わがままだろうとなんだろうと絶対に嫌。あの血だまりの上を歩くぐらいなら私はここに残るわ。やれやれ、せっかくみんなでまとまりかけたって時に。悪いが俺もごめんだな。5の扉はパスだ。おいおい、サンタまで何を言い出すんだ。この靴買ったばっかなんだよ。あのキモいおっさんの血で汚したくないんだ。お前な、そもそも最初に先に進もうって言い出したのはお前なんだぞ。あ、知らねえよそんなもん。俺は最初から4の扉に入るつもりだったし。まいったなこりゃ。わかったよ。それじゃあ俺が5の扉に入ろう。と言っても一人だけじゃどうにもならねえ。誰か一緒に来てくれるやつはいないか。僕が行こう。お兄ちゃん。大丈夫だよ、心配いらない。一旦は離れ離れになってしまうけど、もう一度どこかで合流できるはずだ。どうしてわかるの？わかるからわかるんだ。答えになってないよ。だったら私も一緒に行く。5の扉に入る。弱ったな。何も弱る必要はないだろう。私が加わればいいだけのことだ。違うかね。セブンの7とニルスの2、これに四つ葉の4と私の1を足せば数字根は5になる。7足す2足す4足す1イコール14。14の数字根は1足す4イコール5か。なんだ、だったらそれでいいじゃん。その4人で5の扉に入れば。待ってくれ、残った他の4人はどうなる？数字根はいくつだ？残ったメンバーはヤシロ、サンダ、紫、そして俺。この4人のバングルナンバーはそれぞれ8、3、6、5だ。8、3、6、5、この数字根はいくつになるだろう。6足す5イコール22だから、22の数字根は2足す2イコール4か。4だ。残った4人のバングルナンバーを足すと数字根は4になる。じゃあその4人で4の扉に入れるってことですね。ああ、うまい具合に分かれたな。もう一度まとめてみよう。5の扉に入るのはセブン、ニルス、四つ葉、一宮の4人。4の扉へはヤシロ、サンタ、紫、俺の4人で入ることになる。本当にこれでいいのか。この扉の先には9番の男の死体が転がっている。二度と見たくない光景ではあるんだが、
奴の死体をこの目で確かめておいた方がいいような気もするんだよな。だが、五の扉を選べば、それを嫌っているヤシロやサンタとは、必然的に別れることになる。当然、紫とも。あいつを、あの凄惨な現場に連れて行くわけにはいかない。この流れのままに、四の扉へと入るべきか、あるいは、待ったをかけて。さてと、それでは決まりだな。行こう。私は五の扉へ行こう。私たちもそっちだね。行こう、お兄ちゃん。こらこら、そんなに強く引っ張らなくても扉は逃げないよ。俺はどっちの扉に。待ってくれ、俺も五の扉に入らせてくれ。ちょっと何言ってるんですか、純平くん。だったら私も一緒に行きます。ダメだ、お前を連れて行くわけにはいかない。なんでですか。あの現場に踏み込むことになるんだぞ。耐えられるのかよ。それは頼む、五の扉に入らせてくれ。参ったな、振り出しに戻っちまったじゃねえか。純平君のバングルナンバーは5だったね。だとすると純平君を加えるのであれば、僕ら4人の中から5を引かなければならないことになる。一宮さん、四つ葉のこと頼んだよ。ああ、私は別に構わないが。お兄ちゃん。いいから、僕の言った通りにするんだ。お前は他のみんなと一緒に四の扉へ。嫌だよ。わがままを言うんじゃない。そんなの。大丈夫だ、安心しろ。なんだ、ウイルスのやつ。わかったよ。最後にもう一度確認しよう。五の扉に入るメンバーは、セブン、ニールス、俺。7たす2たす5の合計は14。14の数字根は1たす4で5になる。四の扉に入るメンバーは、ヤシロ、サンタ、紫、一宮、四つ葉。8たす3たす6たす1たす4の合計は22だ。22の数字根は2たす2で4になる。というわけだが、これでいいか。異論はないぞ。うん、やろう。よし、それじゃあ、あとはレバーを下げるだけか。よし、それじゃあ行ってくるよ。はい、気をつけてくださいね。あ、開いた。ひでえありさまだな。これがあの9番の男なのか。あ、血の中を平然と。ねえ、僕を殺すつもりなのかい。扉が開いている時間は9秒しかないんだよ。あ、すまない。行くぞ。カウントダウンが始まりやがった。
扉が。退路は断たれたということか。あとは解除装置を見つけない限り。おい、出たどこだ。どこって。落ち着いて周りをよく見て。ああ、分かってるよ。あった、ここだ。ったく、ヒヤヒヤさせてくれるぜ。純平くん、大丈夫ですか。お兄ちゃん、平気。ああ、大丈夫だ。起爆送信機は止まったよ。それじゃ、俺たちは先に行くぜ。お前らも気をつけろよ。わかったわ。了解だ。行ったか。さてと、この通路は、行き止まりか。この壁、動いたりとか。ふっ、ダメだ。びくともしない。なあ、こっちに扉があるぞ。一等船室か。らしいな。入ってみよう。それじゃ、行くよ。お。見る前とは思っていたけど、ひどすぎる。もう形も何もあったもんじゃないな。これはあの男が身につけてたものか。バングルが外れてる。そうか、確か。さらにバングルを外す方法についてしよう。それは2つしかない。一つは、この船から脱出すること。もう一つは、心拍数が全部100個。外に連覇、はめている人間の心臓が停止すれば、バングルは自動的に外れるようになっている。死んだから、バングルが外れたんだ。じゃあここまでぐちゃぐちゃになるんじゃな。人だったって言うんだから、想像しただけで吐きそうだ。もう行こう。あれ、あいつらはどこに。この先か。どうしたんだ。見ろよ、これ。ドアにわけのわからねえ装置がついてやがる。赤いランプがついてるな。そうらしいね。他に出口は。ざっと調べてみたが、なさそうだ。ってことは、このドアを開かない限り。ああ、先には進めないってことになるね。ここは、ベッドルームみたいだな。さっき、最初に入った部屋は、リビングだろうね。とにかく、あのドアを開く方法を探そう。さあ、行動開始だ。
Thank you.